大体大麻に関する現実的な発言をうちがしましたらですね、なんか外の車の音あれよんね。まあ相当人数がね、違法大麻吸っとんね。もうどんだけ逮捕されるんか。そら恐ろしくなるぐらい。日本の恥っていうか、逆に。日本人っていうのは恥ずかしい人たちだったっていうのがバレてしまうね。まあ、気が楽になるやろ。うち知っとったね。無理して立派なふりすんなよ。日本人は世界最悪の恥ずかしい奴らやねんから。それ自覚せえや、もっと。な？そうじゃない。隠蔽なんかすんなよ。もともと。だから連中、遠いのに逃げとんねん。立派でもないのに、恥ずかしい奴らやのに、立派なふりしていきなあかんなんて、もう嫌やって、無理やって、大麻に逃げとん。ね？でも、大麻に逃げた奴らが洋さんおったけ、おる結果、日本人はやっぱり恥ずかしい奴らやって、世界に公表できるやん。よかったな。